はいどうもリーベです。ポケモンサファイアやっていきましょう。まあ、実は前回の動画の撮影日がですね3月の中旬ということで、それからちょっと間が空いてしまっての実況になってるんですが、まあ投稿的には、3日後ですか、4日後か、4日後に投稿しているということですね。そう、それではやっていくんですけども、キャモメだけ捕まえてなかったと思うので、まあ、この南蛮道路だ、ここで、キャモメを捕まえていきましょう。まあレベルを上げつつキャモメを捕まえていければいいんじゃないでしょうか。はい、レベルアップ、とりあえずキャモメ出るまでやっていきます。お、ベアベアが物拾いで持ってきたね、持ち物預かりましょう。何？回復の薬。いいね。いきなり傷薬を通り越して回復の薬ゲットしちゃったよ。さあ出ないな。ここにねキャモメ出るはずなんですけどね、全然出ないわ。ちょっとどうしよう、もうレベル10になっちゃうからもう先に進もうかな。うん、まあここでねごちゃごちゃやってもあれなんで先に進みますか。はい、これでレベルが10になったのでもう先に進みましょう。キャモメはまた次の機会だな。うん、じゃあ行きましょう。102番道路。あ、でここでハスボウとか出るんだよな。ハスボウも欲しいけどケムッソ。さあハスボウ出るか。出てくれ、出ない。嫉妬も出んなぁ。さあ出た、ハスボウ出ました。捕まえたい、ハスボウは捕まえていきたい。じゃあハタック大丈夫だよね。オッケー、じゃあまあこれで捕まえれそうなので投げてみましょう。やべえ、1個しかねえ。モンスターボール1個しかなかった。やばい。頼む。よっしゃ、ナイス。ハスボウゲット。さあ、じゃあニックネームつけていきましょう。はい、ハスボウのニックネーム横長にしました。顔が横長なのでね。はい、そんだけです。さあ、じゃあもう、戦っていきましょうか。初めての戦闘。初めての戦、あ、ベアベアがアイテム持ってきてる。預かりましょう。いい傷薬、ありがたい。横長もいるし、だいぶチームが賑やかになってきましたので、戦闘、トレーナーとの戦い、初めての戦闘です。行きましょう。さあ、ジグザグマ。まあ、ここはね、軽くひねっていきましょう。吸い取って、やっていきましょう。まあレベル上げとかやりすぎるとストーリーが簡単になっちゃうと思うので、うん、まあそんなにレベル上げっていうことをせずに行きたいんですよね、なるべく。電光石火覚えた、いいね。レベル11、レベル上がるの意外に早いな。さあじゃあ連続して戦っていきましょうか。他のポケモンで戦えるかな。まあでもいっか、とりあえずキモリで突き進みましょう。よし、倒して経験値もらって勝利、ありがとうございます。64円を獲得で、今回の目的はまあ、何をしようかなと。あ、これね、時計が止まるんでオレンの実とかもうこれ取ったら終わりなんですよね。木の実が育たないんで、まあ、一応残しときますかこれは。で今回の目的はやっぱり、ここですね。ここの草むらにいるラルトスが欲しいので、ぜひね出現したらゲットしたいんですけど、ラルトスはチームに入れてもいいんじゃないかなと思っております。最終的なね。
さあかれこれ 2,30 回エンカウントしてるんですが、ハスボ出た、全然出ないですね。全然ラルトスが出ない。もうこの作業ですよ、ずっとずっと走り回ってのエンカウントからのラルトス来い、来ない。ここでハスボ出るんだね。っていうかまあそれはいいんですけど、ラルトスさんを出てそこのトレーナーと戦いたいんで、レベル上げたいんで、レベルがじゃない、出ないね。ちっとも出てくれないな、ラルトス。ラルトス出ない。こんだけエンカウントしてるとまさかの色違いとかさ、そういうのが出てくれたらもっと嬉しいんですけど、とりあえずそれよりもかなり確率の高いラルトスが出てくれることを祈ってやってるんですが、全く出ないな。さあラルトス出てくれ、出た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 、来た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 、よし、オスのラルトスだ。よし、まずははたいていきましょう。大丈夫だよな、オッケー。もうこれでモンスターボール10個投げよう。いやこれさいけるんじゃね。プレミアボール、いきなりプレミアボールでラルドス捕まえれるか、来い。よしよし、ラルドスゲット、来ました普通に嬉しいわこれ、気持ちポケモンいいね。じゃあニックネームつけます。はい、ニックネームラルクでいきます。いや別にラルクアンシエルさん全く関係ないんですけど、ラルクでもよかったけど、まあラルクでいきます。かっこいいね。はい、そんなわけで今回はですね、こんだけ集まったんですが、最後にラルトスのレベル上げて今回終わりましょうか。このスペースだとだいぶ遅いのかな、まあ、パート2なんでね、まあ一応回復してどんぐらいのペースで進めていくかっていうのをね考えないといけないんですが、まあただ4月の実況は絞ると、3月の31日の動画で、言いましたので、まあこれは4日に一度のペースで投稿はできると思うので、まあそれなりに進むんじゃないかと思ってるんですが、じゃあラルクを先頭にして戦っていきましょう。ですぐに交換して戦えば経験値入るので、まあ、ラルトスじゃさすがにね、倒せないと思うので、覚えてないもんね、なんも。鳴き声しか覚えてない。壊滅的なんですよね。なので、レベルを6まで上げると、念力を覚えるので、まずは念力を覚えるところ、かな。さあ、電光石火。はい、スイートルで倒していく。そして、2体目いるよね。ラルクも25経験値、ジグザグマ入れ替えよう。ラルクに入れ替えて、25経験値でどんぐらい入る？まあ、こんなもんか。オッケーオッケー。じゃあジグザグマ、ここでまた変えて、レベル上げていきましょう。さあ、倒した。経験値もらいまして、レベル5に近づいたというところですね。で、あと残ってるトレーナー一人いるので、こいつも倒していきましょう。まあね、今回の目的は一応達成したので、あとはまあ、みつるくんのイベントやって、今回は終わろうかなと思っております。じゃあ、スイートルで倒していきましょう。まあ、なんで、もう一周二周とクリアしてるんでね、懐かしみながら、はい、レベル5。いいね。で、レベル6でおそらく念力を覚えるので、まあ、そこまで上げたいんですが、入れ替えていきます。ラルクに変えて、レベルを上げましょう。レベル上げるというか、経験値をもらっていきましょう。すぐに、もうすぐキモリ進化しちゃうな。早いな。ツバメに対して相性悪いけど、まあ、レベルの差がありすぎるので、倒せるということですね。はい。倒しました。ありがとう。うわ、ラルトスまた出た。ラッキーだけど、ラルトス対面、シンクロトレース。あ、ちょっと待って。そういえばさ。あ、シンクロ、あ、トレースと、ん？いや、まあ、シンクロでいいでしょ。そうか、特性が違うのか、こいつは。
な、捕まえてもいいかもな。トレースとシンクロどっちがいいかって言われるとまあどっちでもいいんですけど、まあ倒しますか。経験値もらってレベル上げましょう。まあ最初に捕まえた、ラルクをやっぱり育てたいんでね。よし、倒して。さあ経験値もうちょっとだ。この次かな。さあやっとねレベル6になって念力を覚えるというところですね。まあまだか。さあラルクレベル6になりました。よかった。割と時間かかったけど念力、いやー覚えましたね。これで自分で戦えるようになったのでちょっと戦っていきましょうか。さあ念力を覚えたラルクはかなり強いと思いますよ。ラルク念力いいねー。序盤からこの技、しかも混乱して、さすが。そしてこのダメージで、かいくぐったな。はい、念力で倒していきます。いや強い、将来期待できるねこいつは。さあそんなわけで一応ベアベアアイテムゲットしてるので預かりましょう。何でも直し有能だ。もうベアベア一番有能だわ。うん、ありがたい。はい、じゃあトーカシティに戻りまして、一旦回復してジムに行って、トーカジムに行ってお父さんに会ってミツルくんのイベントをやっていきましょう。はい、入ります。こんにちは。こんにちはじゃないか。帰ってきたよ。リーブじゃないか。そうか、引っ越しが終わったんだね。それにしてもよくここまで一人で来れたな。なるほど、ポケモンと一緒なのか。ふん、じゃあリーベも私のようにポケモントレーナーになるのか。それは楽しみだな。ミツルくん登場。あの、僕ポケモンが欲しいんですけど。うん、君は確かミツルくんと言ったね。僕今日からしだけタウンの親戚の家に行くんですけど、一人じゃ寂しいからポケモン連れて行こうかと思って。そう、ポケモンなしでねしだけタウンまで遠いっすよこれ。でも今まで自分でポケモン捕まえたことがないから、どうやったらいいのか。なるほど。リーベ、話は聞いたね。ミツルくんが無事にポケモンを捕まえられるか見守ってあげるんだ。よし、じゃあ見守ってあげよう。ミツルくんは私のポケモンを貸してあげよう。言うこと聞くのかな。まあ、大丈夫か。ジグザグマを預かった。わあ、ポケモンだーってね今すごい弱そうなんですけど、これがね終盤になってくるとね相当強いライバルになりますから。リーベさん、僕と一緒に来てくれますよね。行きましょう。さあついていって、ラルトスのいる草むら、ここでミツルくんはね、あのラルトスを一発で引くという、こうやって草むらに入っていたりするんでしょう。僕が上手に捕まえられるか、そこで見ててくださいね。うわーってことでラルトスが出てくる。確率すごいよな、いきなりラルトス5レベを引くっていう。さあジグザグマ頑張れ。数少ない感染の試合ですねこれ、ポケモンの。ここでジグザグマン、もういい、戻れ。ここでボールを投げるんだね。ミツルはどうするさあそしてモンスターボール1個、モンスターボール1個で捕まえれるか。まあ捕まえれるんですけど、ミツルくんの最初のポケモンラルトスをゲットしたということで、ミツルくんのイベントはこれで終わりかな。やった、僕のポケモンだ。リーベさんありがとう、ジムに戻ろうよ。ってことでうまくいったかい、おじさん。お借りしたポケモンお返しします。リーベさんも一緒に来てくれてありがとう。ポケモンを捕まえることができたのは2人のおかげです。捕まえたポケモンを大切にしますね。あ、お母さんが待ってるから僕はもう行かなきゃ。ってことでミツルくんがこっからね最強になってくからね。さてリベ、ポケモントレーナーとして強くなりたいのなら私のアドバイスを聞きなさい。まずはこの先にある金積シティに行くんだ。オッケー。そこでツツジというジムリーダーと戦うといい。そうやって各地のポケモンジムでジムリーダーを倒してジムバッジを集めていくんだ。もちろん私もジムリーダーだ。いずれリーベと勝負するだろう。だがそれはリーベが強くなってからの話だよ。ってことで
いつの日かね、ここの東華シティのジムでお父さんをやっつける時がやってくると思うんですが、はい、そんなわけで今回はここまでで終わろうと思います。ラルトスを捕まえて、相当ね、チームも賑やかになってきたということで、また次回です。それではお疲れ様でした。さよなら。